ろいろと世話になってましてね、いろいろと弱みを握られてんで逆らえんのですわ。お好みさんの世話になると後々で高くつきそうね。で、あんたは私をどこに連れて行くつもりなの？どちらへでも週末までは雇われてます。それ以降は別料金。1日いくら？5万で手を打ちます。経費は別ですぜ。軽口を叩かないなら倍払うわ。雇用期間を見て何週間かになるかも。そりゃ大変だ。ボスに休暇の延長を電話しないとなりませんぜ。私どうしてもあの日のことが調べたいの。ああ、例の六軒事件。そうよ、12年前にあの島で何があったのか私の手で納得がいくように調べたいの。そんな昔のことを今さら調べて今さら新しい発見がありますかね。そうね、だからこれは私の自己満足のための旅なのよ。それを終えたらネギでも背負ってスマデラの家に行くわ。霞おばさん、私にお抹茶をご馳走したいとか言ってたって。角材の上に正座させられて石でも抱かされながらのお茶かしら。そりゃおっかねえや。申し訳ございません。見失いました。仲間と思われる男が一人。脱出を援護、スタンガン所持、運転技術その他から見て素人ではありません。そう、ありがとう。残念よ、おこのぎ。これがあなたのお返事だということでよろしいかしら。逃がしたのはあんたのヘマだ。俺の知ったこっちゃないね。あなたにもぜひ今度お抹茶をご馳走したいわね。京都においでの際にはぜひお立ち寄りなさいな。行くわよ。あれ、もう帰っちまうのかい？お茶漬けでも食ってけばいいのに。よろしいのですか？エンジェお嬢様は我が社の筆頭株主です。スマデラ家が後見人になれば。知ってる？だがな、うちも天下の後ろ宮だ。舐められてたまるかってんだ。しかしあいつうまく立ち回ってくれたようだな。あとはエンジェちゃんの好きにさせるさ。頼むぜ天草。霞様、逃走車両はレンタル。提示した免許証は偽装とのこと。明らかにプロです。おそらく車両は放棄するでしょう。追跡は困難です。警察に追わせますか？そうね、家出娘の捜索願いでも出そうかしら。税金を納めてるんだもの。警察にもたまには役に立ってもらわなきゃ。母上に私にお任せをと啖呵を切ってお屋敷を出てきたんですよ。あなた、私にさらに恥をかかせるおつもり？あんたらまとめてお抹茶を振る舞った方が良さそうね。地下のお茶室は狭いから順番待ちの行列になっちゃうかしら。ん？全力で捜索します。ああ、本当に可愛い子ね。姉さんに本当にそっくり。自分勝手で自由奔放なあたりが本当にそっくり。ああ、もう姉さんにしか見えなくなってきたわ。うーん、本当に楽しみよ。姉さんの娘をお茶室にお招きできるなんてね。スマデラ家、動きが早かったわね。私、おこのぎさんに売られた？ご冗談を。俺のクライアントですぜ。お嬢を売ったなら俺を雇ったりはしませんぜ。うん、それもそうね。ああ、だから3階でエレベーターを降りたんですか。地下駐車場に車が待ってるなんて手際が妙に良すぎたから、おこのぎさんに売られたかもしれないって思って。駐車場に待ち伏せがいたかどうかは今となっては証明不能だけどね。
なるほどね。社長め、気の毒にお嬢に信用されてないらしい。その地下の車って俺のことです。え、天草のことだったの？ついたエレベーターが空だったんで焦りましたぜ。年中の無線を盗聴できてなきゃ今頃どうなってたやら。つまり何？私が素直におこのぎさんを信じて駐車場に行ってれば、私は3階から飛び降りるなんて真似する必要もなかったってこと？そうなりますな。ま、結果オーライですがね。愛がなければ見えないか。あなたのかけらは随分と賑やかね。退屈しないわ。あなたは言ったわ。12年前の真実を探れと私に命じた。でもなんだかわからなくなってしまった。何が？真実って何？人の数だけ真実がある。人の数だけ解釈がある。そしてそれは主観によって歪められ、いくらでも姿を変える。真実ってものはそんなにも不定形であやふやなものなの？そう、真実は不定形。粒子のようであり、波のようでもある。相反する形状を同時に持つ。箱の中の猫が生きていると思うが、死んでいると思うが自由。でも真実はとても繊細。それは観測されただけで姿を変えてしまう。シュレディンガーの猫箱とかいう話？寝言よ。箱を開ければ真実はわかる。開ける前の議論なんて机上の空論もいいところ。そうね。にもかかわらずその空論を否定するのは箱を開ける必要がある。開けられない箱の中身についてのあらゆる想像は否定不能。つまりは真実ということ。真実は否定されない限りその形状を維持する。そう、真実は観測されない限りその形状を維持する。つまり暴けなきゃどんな妄言も真実足りえるわけね。ええ、無限の想像はそれらが互いに矛盾していたとしても否定されず同時に真実として存在できる。家族みんなが六軒島の魔女に囚われて永遠に12年前に閉じ込められているというめちゃくちゃな話すら、12年前に何があったかわからない限り真実として存在できる。ベアトリーチェという魔女は12年前の六軒島に無限の想像の余地をこじ開け、そこを猫箱として全てを飲み込む。開かれぬ箱の中の全ては真実。閉まったままならね、私がこじ開ければいいだけの話。でもその箱は12年前に閉じられ、どこにあるのかもわからない。仮に六軒島に訪れたとしても私は荒れ果てた島で12年前の何を知ることができるというの？さあ、何を知ることができるのかしら。いずれにせよそれは1998年という12年後の未来を自由に闊歩できる。最後の魔女
エンジェ・ベアトリーチェにしかできないことよ。ベアトリーチェのゲーム版は1986年10月4日から5日の2日間、つまりそれはあなたが彼女のゲーム版の外へ自在に動ける駒だということ。そしてベアトリーチェですらこのゲーム版を超えた未来へは干渉できない。そうやって言われると私ってかなり優秀でずるい駒だわ。あなたが身を置く12年後という未来は確かに遠いわ。しかし駒は未来に位置すれば位置するほど強い力を持つの。言ったでしょ、真実は観測されると姿を変える。そういえばこんな話を聞いたことがあるわ。ある日突然ケンタウルス座の恒星が爆発してしまっても、その爆発の光が地球に届くには 4.4 光年だから4年半の月日が必要になる。そうね、つまりケンタウルスの太陽がすでになくなっているとしても地球人は4年半の間その事実を知覚できない。光より早く知覚する手段は存在しないのだから。ロッケン島の事故はただそれだけならば、しかしそれが後年オカルトによって脚色され、陰謀は魔女伝説として塗り替えられる。爆発の光が地球に届くまでの間の虚偽の真実が陰謀説という人間説だったかのよう、数年後に漂着した手紙入りのワインボトル、メッセージボトルがそれをオカルト説という魔女説に遡って塗り替え始めた。そうよ、魔女なんて1986年の時点では存在しなかった。その数年後にメッセージボトルによって私たち未来の人間に観測されたから魔女がロッケン島を支配した。少し修正が必要よ。1986年の時点でも魔女は存在できた。無限に存在できる数多の可能性の中の一つとしてね。確かに観測されたら消えてしまう。猫箱の中に縮こまってね。だからメッセージボトルは悪質なのよ。魔女は箱の外に出ようとした。自らを観測させて魔女説以外の可能性を淘汰した。つまり自らを否定できないように魔女説以外の全ての可能性を否定したということ。なんてこと。つまりベアトリーチェは悪魔の証明を正攻法で成し遂げたのよ。そしてそれは初めから魔女の計画に組み込まれていた。メッセージボトルは1986年より未来に観測される情報ね。ベアトリーチェにもバトルにも観測できない。エンジェ・ベアトリーチェにしか観測できない。本当はメッセージボトルのことなんて調べたくなかった。だってそれを読むことは魔女の言い分を聞くのに同じ。魔女説なんて妄言を無視している私には時間の無駄でしかないと思ってた。でもおこのぎさんに言われたわ。片方の目だけじゃ物事を立体的に見られないって。魔女否定の視点と同時に魔女肯定の視点も必要ということ。それは正しい考え方。視点の数は分母に同じ。視点の数が1では分子である謎はわずかほども減らない。しかし視点の数が増えれば増えるほど
謎は割り算されていく。分かってるわ。事件の数年後、近隣の島に流れ着いたメッセージボトル、それは神塚の手に渡った。アポイントは一応取ってあるの。